ジャパンカップ2022予想大会、ジャパンカップ出走予定馬からシミュレーションしてみた外国馬解説あり。皆様こんばんは、稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日はジャパンカップ2022ということでございましてですね、出走馬やシミュレーションでやっていきたいと思います。なおですね、この動画通常の5分でわかる外球データ分析ではございません。もうただただジャパンカップのね予想を楽しむだけの動画となっております。前頭診断もねやっていきますので、ぜひですねビールやおつまみを用意して楽しくご覧ください。なお外球分析についてはレース1週間前に公開予定でございます。またそちらでですね見つけ出しました外球の過去データ該当馬に関しましては、重賞レース前日19時までに LINE で送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。それではですね、本日のメニューでございますけれども、まずはジャパンカップの出走予定馬確認していこうということでございます。ちょっとね凱旋門賞を参戦してね疲労が抜けなかったドウデュースがね回避となったんですけれども、まあ豪華出走馬というよりかですね、なんか外国馬がねすごいいるんですよ今年で。まあこれによりですね、もうほとんどのねジョッキーがね外国人ジョッキーっていう状態でございましてですね、もうかなり珍しいねジャパンカップかなと思います。まあ国内ではね連勝のねベラーズールであったりとかですね、まあ前走敗戦したんですけれどもね、まあ昨年のダービーラでやりますねシャフリアルが参戦いたします。まあ、ちょっとねポイントになりそうなのが外国馬でございますので、外国馬もどんな馬なのかっていうところね確認しながらに、ね、やっていければなと思っております。そして2つ目ですね、ジャパンカップ2022シミュレーションということでございましてですね、もう枠順もね出走馬も確定してないんですけれども、もうどんな隊列でねどんな競馬になるのかっていうところね、ちょっとねコースのポイントなどもね確認していきたいと思っております。それではですね、ジャパンカップ2020年出走予定馬ということでございましてですね、まあ、今登録しているものをね、すべて並べてみました。まあ、ちょっとね、ローテーション的に厳しいかなというところでね、登録だけしてたのかなという馬もいますので、まあ、その辺はね、あの前頭診断でもちょっと省きながら、必要そうな馬をね、ピックアップしながらやっていきたいなとは思っているんですけれども、まあ、こんな感じでございます。ね、外国人ジョッキーがね、こんなに集まるっていうジャパンカップ、かなり珍しいかなと思います。まあね、ボッケリーニとかね、あとはですね、まあ、ユーバー・レーベンとか、シャフリヤール、ダノン・ベルーガね、まあ、ディアリング・タクトはちょっとローテーション的に厳しいかもしれないですけれども、まあ、帝王・ロイヤルとか、そのあたりがね、出てきますので、まあ、G1 でもね、構想したことある馬もいますので、まあ、その辺ね、皆さんも狙ってるのかなとも思います。さあ、このね、皆さんもお決まりでしょうかというコーナーでございますけれども、ちょっとね、なんかね、ジャパンカップね、皆さんもね、馬券的にどうなのっていう感じのところありますよね。もう2021年からね、ちょっと過去5年振り返っていきますと、もう一番人気がね、4回馬券に組んでおりまして、しかもですね、もう3勝が一番人気ということでございます。で、一番人気がない馬でも5番人気という感じなんですよね。まあ、1から5番人気の決着の、もう見るだけのレースかなっていうところでございましてですね、まあ、さすがにね、ちょっと香港とね、時期がほぼ重なっておりますので、まあ、ここにね、馬が集まってこないなっていうところはあります。まあ、ただね、5番人気でもね、美味しい馬券だったりっていうこともありますので、5番人気でね、激走した2頭はね、その後ね、ちょっと調べていきたいなとは思っております。さあ、こちらね、傾向でございます。ご覧ください。なんとですね、傾向といたしましては、あの関東のレースなんですけれども、立東所属からですね、馬券内の 66.6% ということになっております。まあ、比率でもね、立東の所属馬が10頭で、美保の所属馬が5頭という感じになっておりまして、まあ、立東がね、優勢な感じなんですよね。で、まあ、過去5年でね、美保がね、2勝してるんですけれどもね、その2勝はもうどちらもアーモンドアイでございました。なので、まあ、立東所属馬がやっぱり狙いっていうところでございまして、まあ、美保はね、アーモンドアイ級の馬がいたらなっていう感じの流れになっております。騎手ではですね、川田騎手とルメール騎手の戦いっていう感じでございますですね。まあ、この2人がね、かなり好調、好相性のレースという形になっております。それではですね、このね、5番人気で人気以上に走った2頭なんですけれども、ちょっとね、皆さんも思い出しながらじっくり見ていきたいと思います。さあ、こちらをご覧ください。リンクス激走馬の共通点を探せということでございましてですね、5番人気で激走いたしましたこの2頭、ピックアップしてみました。まずはカレン・ブーケドールでございます。まあ、父がね、ディープインパクトなんですけれども、まあ、いかにもね、なんか東京走りそうかなっていうところはあるかもしれないんですけれども、まあ、この馬ね、オークスでも構想しております。で、まあ、秋のね、秋華賞を構想して参戦という形になりました。はい。ということでね、まあ、先行する競馬でね、うまく立ち回っての、まあ、2着だったんですけれどもね、まあ、もうちょっとで勝てたかなっていうところもあってね、欲しかったかなと思います。そして、シュバルグランでございます。父、ハーツクライということでございましてね。まあ、この馬はもう徐々に成長してきたタイプでございますね。まあ、京都2歳ステークスから始まってですね、本当にね、重賞で長く活躍してきた馬になっております。京都大賞戦3着からジャパンカップという流れでございました。まあ、共にね、ちょっといろいろ共通するところもありますし、まあ、それぞれね、ちょっとポイントがあるかなというところがありましたので、野球なりにね、ちょっと穴馬の共通点3つまとめてみました。まずは1つ目、東京 2400m の G1 で馬券に絡んでいるということでございます。これね、どちらもね、満たしてたんですよね。まあ、オークスであったりとか、ジャパンカップということでございまして、東京の 2400m を非常に得意としている、すでにですね、G1 で走って馬券になっている馬、やっぱりこの舞台でも強いなということが分かりました。
そしてですね、2400メートル以上の重賞で勝利経験がありますよっていうところでございます。まあこれね、あのシュバルグランが該当していたんですけれども、まあね、ちょっとその G1 に絞っちゃうと、もう今年のメンバーかなりね、手薄になりますので、まあその辺ね、ちょっと広く見るためにもこの条件を作ってみました。まあ勝利経験がありますのはシュバルグランということでございましたので、まあこの条件もね、大切な条件かとなります。そしてですね、まあね、これまだ枠順が確定してないので、なんともならないんですけれども、1枠1番は本当買った方がいいかもしれないっていうことでございます。まあなんとですね、このね、過去5年で5番人気でですね、激走したこの2頭なんですけれども、どちらもね、1枠1番だったんですよね。なので、まあ、1枠1番を買おうということでございまして、さらにですね、2400メートル以上の重賞実績、これがあればね、すごくいいなという感じになっております。まあね、ちょっと後で狙いはね、野球のおすすめもピックアップしてみようと思いますので、その馬で1枠1番入ってくれっていうのをね、まあ、この2週間ほどね、祈っていきたいと思っております。さあ、それではですね、まあ、前頭診断のコーナーに移りたいと思うんですけれども、登録だけね、捨てる馬とかもありましたので、まあ、ローテーション的にね、どう考えてもちょっと難しいかなっていうところ辺はね、省きながらっていうところで、まあ、よりね、今回の外国馬の情報ね、かなり調べるのめんどくさいなっていう方おられると思うので、外国馬ね、ある程度紹介できればと思いますので、そちらを重視しながらということで、まあ、今回ね、いつも前半と後半に分けてるんですけれども、ちょっとね、4つのページで細かく見ていければなと思っております。さあ、それではですね、まずはベラーズールでございます。まあ、予定としてはね、今ね、ムーア騎手が乗るっていうことになっております。まあ、最終的にどうなるかわからないんですけれども、まあね、現状この馬でかなりね、いい感じかなと野球的には思っております。まあ、5戦連続ね、上がり最速をマークしておりまして、ジャパンカップのね、東京 2400m の舞台も得意舞台なんですよね。しかも、馬場を問わないっていうところも結構いいかなと思っております。まあ、これでね、鞍上がもうライアンムーア騎手に決まりましたら、もう不安のない一頭なんじゃないかなと思っております。そして次にベルトライゼンテでございます。まあね、三冠馬のコントレール、あのね、コントレールのダービーを2着した実力馬でございます。まあ、長期離脱の後ね、復帰戦だったね、ナルオ記念なんですけれども、これをね、レーン騎手とのコンビで制覇いたしました。まあ、前走ね、久々をちょっとまた使って、上昇があればね、ダービーと同じコースで舞台問題ないんですから、まあ、再度ね、このコンビで激走もありそうな馬でございます。そして次に、オネストでございます。まあ、この馬ね、海外の馬になります。まあ、ルメール騎手が乗るということで予定はされております。これね、欧州典型なんで、フランケル3区なんですよね。で、まあ、ロンシャンで開催されましたパリ大賞の勝ち馬でございます。左回りに関しては問題なくてですね、まあ、レパーズタウンで開催されましたアイリスチャンピオンステークスっていうレースがあるんですけれども、これを2着してました。まあ、このレースね、なんか本当に全然走らなかった2着とかではなくてですね、まあ、最後までね、まあ、皆様の凱旋門賞の時によく聞いたと思うんですけど、このね、ルクセンブルクという馬ね、このルクセンブルクにもう接戦でね、追われてからね、もう本当に長くいい足を使っておりました。まあ、逆にですね、まあ、瞬発力勝負にはちょっと向かないかなって思うんですけれども、このね、長く足を使いながらスタミナ比べっていうようなジャパンカップになれば面白い一頭かなとは思いました。そして次に空手でございます。マイルでね、活躍してたんですけれども、まあ、調教師のね、引退とかもありましてね、結構レースを使ったりとかしててね、まあ、今年ちょっとな、年初からその後はね、厳しいような状況になったんですけれども、すっかりね、もう立て直されてですね、まあ、その新潟記念、もう渾身の仕上がりで2着以下をもう完封する強い競馬でございました。天皇賞秋でもね、相手が強すぎたんですけれども、まあ、自身もね、しっかり足を使っての6着ということでございました。まあ、さすがにね、今回距離がちょっと長すぎるんですけれどもね、まあ、またね、こう自分自身が走れる舞台に戻ればね、見直せる馬かなと思っております。そして次ね、グランドグローリーでございます。このままね、ギュイヨン騎手が乗る予定になっております。ギュイヨン騎手ね、最近日本で見てなかったんですけれども、まあ、過去ね、日本でも乗ってたような騎手なので、まあ、懐かしいなと思ってる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、このままなんですけれども、昨年ね、ドービルで開催されました、ジャン・ロマネ賞という、この G1 をね、勝った馬なんですけれども、まあ、今年はね、シャフリアルが出場したプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスで3着ということになっております。凱旋門賞でもね、5着と前線している馬なんですよね。で、まあ、この馬ね、ちょっと傾向的に、不良馬場とか重馬場がね、すごい目立って勝利してるんですよね。なので、まあ、府中がね、覚えてる方いらっしゃいますかね、ロジユニバースとかね、セインワンダーとかいた年なんですけれども、ロジユニバースが勝ったダービーぐらい、ドロンコになったら可能性があるんじゃないかなみたいな表現させていただいたんですけど、こんな感じでいいですかね。まあ、かなり馬場がもう、本当分かんないぐらいドロンコになれば、この馬、普通に走ってくるんじゃないかなと思います。そんな一頭ですね。はい。ではですね、その2ということでございましてね、次のことを見ていきたいと思います。シム・カミルという馬なんですけれども、まあね、このジョッキー、ブノワキジョッキーなんですけど、このジョッキーもね、日本で走ってくれたことがありますよね。はい、パリ大賞2着して、凱旋門賞の前哨戦としてね、よく聞くニエル賞っていうレースをね、この馬を勝利したんですけれども、このニエル賞がですね、重馬場だったんですよね。で、ドードゥースも出てたので、覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ドードゥースね、なんか手応え全然悪くない感じで、なんか弾けてくれて、あ、もうドードゥース勝つんじゃないかなっていうような、
ね、なんかその弾け方を見せてたんですけれども、結局ね、全く伸びなかったんですよね。なんかそういう馬場っていう感じでね、やっぱりその日本と欧州の馬場がね、もう明らかに違うということをね、証明したレースだったのかなと思います。で、このね、東京 2400m を得意とするこのドウデュースですよ。日本ダービー馬ですね。で、このドウデュースと違う適性を持っているっていうことは、まあ、このジャパンカップでも適性が高いとは言えない可能性が高いんじゃないかなと、野牛は個人的に思いました。というのもですね、やっぱりドウデュースっていうのは東京 2400m のスペシャリストでありますし、その馬がね、適性がないコースっていうところでね、走れる馬っていうのは、まあ逆のね、あのスタミナとかそっち系のね、パワーを持っているタイプの馬なので、まあ、この舞台ではちょっと合わないのかなと思ってます。除雪原シャドウで言えばですね、なんかね、まあ昨年、あの府中牝馬ステークスね、すごい末脚を使って勝ったんですけれども、なんかね、そのままあのジャパンカップに行っちゃってで、ね、先行競馬しちゃったりとか、でしかもですね、なんか引退を伸ばして、まだ1年走ってるんですけれども、ちょっとね、なんかどう目指してるのかなっていう感じはわからない感じで、成績もね、あんまり目立たないんですよね。まあ、適正面もちょっと能力的にも難しいのかなっていう感じはします。そしてシャフリアールですね、これ悩ましいなと思うんですけれども、まあ、天皇賞秋ではね、目標はもうジャパンカップとね、あの星原先生もね、発表してたんですけれども、まあ、それやりにね、なんか仕上がってる感じだったんですよね。でもまあ実際にレースではね、足を使えずにこうじりじりとした伸びでね、まあ5着っていう感じで終わってしまいました。まあ単純にこれね、久々の分であれば問題ないと思うんですけれども、何かね、こう海外遠征の後で精神的にね、問題を抱えているとかでなければいいなという感じで思ってます。そして次にダノンベルーガでございます。天皇賞秋ではね、川田騎士がもう僕が乗せてもらった中でですね、具合が一番良かったっていうぐらいね、あの調子が良かったみたいなんですよね。まあ、わずかな差での3着でですね、まあ、十分コバ相手に通用するっていうところをね、示してくれました。まあ、今回はね、天皇賞秋ほどのメンバーではないですし、まあ、距離はね、2000m がベストかなっていう感じはするんですけれども、まあ、一応ね、日本ダービーの 2400m、まあ、これにも対応してましたし、なるべくね、おそらく回れれば、また出番がありそうな馬かなと思います。そして次、帝王ロイヤルでございます。この馬ね、あの天皇賞春とか出てた時にはジャパンカップで狙おうと思ってた方もいるんじゃないかなと思うんですけど、まあね、そういう方いらっしゃったらちょっとね、見解聞いてみたいなと思います。あの正直野球も結構この、まあ、ジャパンカップとかダイヤモンドステークスね、弾け勝った時ジャパンカップ面白いんじゃないかなと思ったんですけれども、なんかあの前走のね、アルゼンチン共和国杯、これね、まあ確かに逃げたキングオブドラゴンがラチにね、こうバーってぶつかって、それで跳ね返ってきてね、戻ってくることになって、まあ一瞬不利はあったんですけれども、なんかね、そこからの伸びがなんかね、っていう感じで。まあね、その条件っていうのは、勝ち馬のね、ブレークアップも同じだったんですよね。で、まあなんか伸びそうでね、なんか弾けてこないっていうのが、オールカマーの時と同じで、これ何が原因なのかなっていうのがちょっとね、わからないですね。ねえ、なんかこれがまあ金量だったらいいんですけれども、まあダメか。まあ金量はね、今回背負うんで、それなりにね、ダメなんですけど、なんか春に比べて、すごい物足りないような感じに思うんですよね。まあ、天皇賞春で金量を背負って走れてるんで、まあ、金量でない可能性はあるかもしれないんですけど、ちょっとね、なんかね、精神面とか、何か問題的なところがあれば、しんどいなっていう気はします。本来のね、パフォーマンスが出せれば面白い一頭かなと思ってたんですけれども、まあ、ちょっとね、これ、あの、厩舎のスタッフさんたちの声とか、調教師の先生の、ね、意見とか、まあ、菱田ジョッキーのね、コメントとかが出るのを待ってみるしかないかなと思います。そして次にですね、その3ということでございましてね、まあ、残りね、2パターンございますのでね、ちょっと楽しんでいただければと思います。ちょっとね、かなり外国馬が多いので、詳しくね、やっていきたいと思ってるんで、あのゆっくりね、まあ、この辺であの1回ビールでも飲みながらね、あのおつまみつまんでいただければと思いますんでね。はい。で、この馬ね、トゥネスという馬なんですけれども、ジョッキーはですね、ムルザ・バヘフジョッキーでございます。すいません、ヤギはあんまり詳しくないです。もうめちゃくちゃ言いにくいんですけどね、ムルザ・バヘフ。基地でございます。まあ、この馬なんですけれども、馬自体はね、あのすごく有名なレースを勝ってまして、ドイツのミュンヘンでね、開催されているバイエルン大賞の勝ち馬なんですよね。で、このバイエルン大賞っていうのは、昨年の勝ち馬がアルピニスタですね。まあ、皆さんもご存知だと思います。凱旋門賞向きの傾向にあるんですよ。はい。で、このレースの好走馬っていうのは、なんとか日本のジャパンカップに来てくれてるんですよ。でも、まあ、最近ではね、もう結構遡っても2014年のアイバンフォーっていう馬がね、6着してたっていうところ、まあ、これがね、ほんとせいぜいいいところっていう感じなんですよね。なので、まあ、適性がね、そもそものレース自体が違うのかなっていう感じはします。なので、まあ、前線してもね、馬券内まで行くには難しい状況かなと思っております。そして次、ハーツ・イストワールでございます。まあ、今年はね、3勝クラスを勝利して、いきなりもう天皇賞春に挑戦という形でございましたけれども、まあさ、いきなりのね、ちょっと G1 は苦しかったっていう感じでね、16着と大きく敗れてしまいました。夏のね、札幌で立て直されてですね、札幌日経オープンでは先行して押し切りという形でございましてね、まあこれは強かったかなと思います。
で、まあ、前走のね、重賞のアルゼンチン共和国杯なんですけれども、後方からね、足を使う競馬での2着っていうのはね、すごく東京に適応した走り方で、かなり良かったかなと思います。まあ、ただね、突き抜けるような強さっていうところはね、あんまり感じられないかなと思うので、まあ、堅実性があるタイプということでございましてですね、うまく走って馬券内という感じのタイプかなと思います。そして次にブルームでございます。こちらはですね、昨年のサンクルー大賞の勝ち馬でございます。武豊騎手がですね、まあ、凱旋門賞にも出走していた馬なんですけれども、ブリーダーズカップターフで2着して、そのまま日本に向かってきれたのが昨年ですね。まあ、このジャパンカップが11着でございました。まあ、今年はね、ちょっと成績が低迷してますんで、まあ、全盛期の気配はないっていうような感じはします。そして次にボッケリーニでございます。中日新聞杯勝利してからですね、まあ、2000メートルまでの競馬を走ってたんですけれども、まあね、今年のアメリカンジョッキークラブカップでですね、まあ、距離延長しました。まあ、これがね、意外にも走れてですね、まあ、長距離路線にね、変更してきたんですよね。そしたらね、目黒記念でもそのスタミナを発揮する強い競馬をしましたし、秋初戦の京都大賞典も2着っていう感じで、まあ、ここを使ってね、さらに状態アップしてきたらいいっていう感じでございましてですね、まあ、切り勝負にはちょっと向かないんですけれども、うまく流れに乗って、まあ、スタミナを生かす競馬をするっていうようなのがね、向けば面白いとかなと思います。それではですね、その4ということでございまして、こちらが最後のシリーズでございます。マジカルラグーンでございます。今年のね、アイランドオークスの勝ち馬でエリザベス女王杯を目標に来日してくれました。でね、ちょっとね、なんか早い。ね、ババがいいっていうことをね、陣営がずっと話してたんですよね。で、エリザベス女王杯、残念ながらね、すんごい雨が降っちゃってね、もうかなり重いババになってしまったんですよね。もう早めにね、手が動いてましたし、もう失速しちゃったっていう感じであったんですけれども、これなんかね、逆にまあ、ある程度早いババで、前が残るような馬場になったら向く可能性はあるのかなと思ってますね。まあ、エリザベス女王杯だけで、ね、判断するのはまだ早いかなという感じはします。そして、ユーバーレイベンでございます。これね、オークス馬なんですけど、なんか馬の気持ちがなくなったのかなという感じで、もうさっぱり走らなくなったんですよね。で、オークスではね、強い競馬を見せてて、もう東京の 2400m もしっかり走ってますし、まあ、かなり舞台的には合うかなと思うんですけれども、同世代のね、世代も活躍しているので、この世代的な能力っていうところはね、全然通用していいはずなんですよね。で、まあ、前走はね、増えすぎたこう馬体がね、一気にこう絞られてですね、前走一気にマイナス22キロっていう感じだったんですけれども、あんまり走れずっていう感じでね、まあ、これもしかしたらちょっとなんか体重だけの問題ではなくなっているのかなっていうところは感じられます。そして、リッチマンですね。ちょっとなんか、なんでいるのっていう感じなんですけど、この馬ってね、あのリッチマンですよ、本当に。海老名調教師がね、騎手の時に乗って、ステイヤーズステークスを制した馬です。あの馬です。まあね、芝で底打ちしてからね、障害に向かって、まあ障害でも勝利を上げてたんですけれども、まあオープンでちょっとね、そこまでっていう感じになってしまって、今ね、岩手で走ってるんですよ。馬券同行という感じじゃないんですけど、まあ、なんか皆さんの思い出の振り返りという感じでね、ちょっと最後紹介させていただきました。それではですね、ちょっと人気になりそうな馬とかね、詳しく見ていきたいと思います。ではまずですね、シャーフリーアールでございます。父はディープインパクトということでございますね。まあ、東京 2400m お得意っていう感じでございますね。まあ、ここがすごいのポイントなんですけれども、東京 2400m は得意の舞台で元の元の目標でございましたというところでございます。3歳児にはね、目標を日本ダービーに定めましてですね、もう毎日杯から直行という形でしっかり仕上げて参戦しての制覇でございました。秋もね、神戸新聞杯を使って、すぐにもうそのレースを使うんじゃなくて、少し間隔を空けてじっくり仕上げてジャパンカップ3着っていう感じでね、まあ1回使って、しばらく空けて走るみたいな感じのパターンをやっています。まあ、最も得意としているのが 2400m で、まあ、今年のね、春のドバイでもね、ターフっていう 1800m のレースがあるんですけれども、そちらではなくてね、シーマクラシックをね、選択したんですよね。なので、まあ、2410m のドバイでも勝利しているように、まあ、2400m がベストな感じはします。で、まあ、得意の舞台っていうところでございますので、条件的にはね、一番いい舞台なんじゃないかなと思います。そして、ここが心配ということでございますね。不良馬場以外で崩れなかった馬がもうさっぱり伸びずということでございました。帰国初戦でね、目標はジャパンカップということでございましたけれども、前走の天皇賞秋って、なんかそんなに、ね、仕上がりも悪くなかったんですよね。追い切りもなんか動かないなって感じではなかったですし、まあ、これがね、もうさっぱり伸びないと言っていいほどね、じりじり足でね、物足りない感じだったんですよね。まあ、久々の分でね、目標はジャパンカップと言ってね、もう済まされれば問題ないんですけれども、ちょっとなんか海外遠征でね、精神的にダメージを負ってないかっていうところだけはね、本当に馬に聞いてみないとわからないんですけれども、心配かなと思いました。まあ、目標はね、まあ、得意の舞台でね、ジャパンカップなんですけれども、ちょっとね、お悩みはございませんかっていうところでね、精神的な部分、ちょっと気になりますんで、まあ、追い切りね、なんかしっかり伸びてるのかなとかね、あと反応の鋭さとかですね、その辺はね、しっかり見た方がいいんじゃないかなと思いました。
そして次にダノンベルーガでございます。あ、これね、あの生涯収支2億円の本命になるんじゃないかなと予想してるんですけど、どうですかね。はい、まあ、父はハーツクライでしてね、騎乗予定は変わらずね、川田騎手が騎乗という予定になっております。まあ、ここがすごいのポイントなんですけれども、コバ相手でも通用する能力は評価ということでございます。まあ、共同通信杯で見せてくれたのは、あの弾けるような末脚ね、もうこれは健在で、天皇賞秋でも苦しい展開からイクイノックスとともにですね、もうしっかり伸びてきての、まあ、僅差の3着でございました。神戸新聞杯はね、使えなかった中間だったんですけれども、まあすごくね、調整されて、川田騎手がこれまで乗った中で一番良かったって話すほどね、整ってた感じです。成長面もあるっていうことでございますので、まあコバ相手にね、通用した点については心強いかなと思います。そしてここが心配ですね。まあ、理想はね、ベストはやっぱ天皇賞秋だったのかなと思います。まあ、成長してきてね、どこまでその距離の融通が効くかどうかっていうところを試してみないとわからないんですけれども、まあ、共同通信杯とかね、天皇賞秋でね、すごい末脚を見せてくれたんですけれども、やっぱりね、なんか日本ダービーの時にね、少し物足りない感じしましたよね。その4着かなと思います。 2000m からね、距離延長でやや足が鈍るのはちょっと気になるかなと思います。立ち回りでね、カバーができるといいんですけれども、なるべく内でね、あのロスなく回ってこれればいいかなと思っております。まあ、コバに通用すれば距離延長がどうかなっていうところあるなっていうような一投でございます。それではお待たせいたしました、ヤギューのおすすめコーナーでございます。今回はベラアズールピックアップしてみました。父はエイシンフラッシュで、母父が黒船でございます。エイシンフラッシュといえばですね、まあ、東京 2400m でね、ダービーを制した馬でございますからね、これは期待したいなと思います。そしてですね、騎乗予定、現在のところですよ、現在のところは、あの世界のライアン・モア騎手になってるんですよね。乗ってほしいなはい、ということでね、おすすめなのでね、あの悪い点を言ってもしょうがないので、ここがすごいので、ね、2点紹介させていただければと思います。まず1つ目、シュバルグラン同様に京都大賞典構想からのステップでございます。最初にね、お伝えさせていただきました、5番人気ね、馬券に絡んだ馬2頭いたんですけれども、カレンブーケドールと、シュバルグランですね。そのうちのシュバルグラン同様にですね、G1 勝ちはないものの、京都大賞典を構想してのステップでございます。もうね、その京都大賞典が1頭別格の上がりをマークしてまして、33.2 ということでございます。まあ、2位でもね、馬券全然絡めてない、もう後方にいた馬が使った時計で 33.7 秒ですから、もうこれは相当、ね、素晴らしい切れ味だったんじゃないかなと思います。この早い上がりをですね、まあ、同じ東京の 2400m 準ステークスでも繰り出しておってですね、まあね、東京でも同じような足が使えるのは証明してくれています。そしてここがすごいの2つ目でございます。能力はすでに G2 上証明していますということでございますですね、これはどのように計算したらよいのかということを説明させていただければと思います。はい、アルゼンチン共和国杯を鑑賞したブレイクアップっていう馬ね、皆さんも頭にあると思うんですけれども、この馬をすでに6月のジュンステークスでもう2馬身近くぶっちぎってるんですよ。しかも筋量はベラアズールの方が1キロ重い状態だったんです。で、前走のね、京都大賞典でさらに馬体が成長しての落勝、鞍上もライアン・ムーア騎手と強化ということでございまして、馬場も問わない、すごくないですか。なんかもうめっちゃ買いたくなってきて、もううずうずするんですけどまあ落ち着けようって話なんですけどねアルゼンチン共和国杯を G2 でね、その G2 を鑑賞したブレックアップ、そのさらに2馬身先にいると言っていい感じじゃないですか、計算上は。なので、ね、まあ、G1 でもね、普通に走れていいんじゃないかなと思うんですよね。東京コースもね、問題ないっていうところはね、かなり強みですし、ね、なんか G1 とかですね、前線しちゃった馬だと結構人気を制しそうですけど、まあ、これぐらいの人気ならね、楽に乗れそうですし、目標にもならないんでね、非常に面白いかなと思いました。まあ、G1 未出走も、G2 プラス2馬身は証明済みの馬ということでございましてね、こんな感じで紹介させていただきました。さあ、それではですね、最後にジャパンカップ2022シミュレーションということでございますね、展開予想の方やっていきたいと思います。コースね、コース図載せてますので、まあ、見ていただければと思うんですけれども、最初がね、直線でポジション争いはしやすく、ペースは流れやすいレースでございます。まあ、向こう上面でね、比較的落ち着いてくるんですけれども、残りね 800m あたりから直線に向けてペースが少しずつ上がっていくよっていうような感じのレースでございます。そこからね、衰えることがないんですよね。まあ、やっぱり一流の馬たちが出てくるレースだったので、やっぱりそこからね、速い上がりをしっかりね、使い続けるということで、非常にタフな舞台ですが、まあ、瞬発力に加えて足がね、直線いっぱいに長続きする必要があるっていうところね、まあ、結構ね、そのあたりがポイントかなと思います。で、隊列なんですけれども、これね、今回ね、日本馬に逃げ馬がいないんですよね。まあ、登録だけしてて、もしも出てくる馬がいたら、まあ、逃げ馬が出てくるかもしれないんですけども、まあ、今のところ基本的に出てくるかなっていうところで考えると、逃げ馬不在で、
まあね、前に行きたいっていうのがマジカルラグーン、日本でもね、エリザベス女王杯で2番手で競馬したんで、まあ、この馬がね、行くかなっていう感じはします。ホネストっていう馬もね、結構前で競馬するタイプなんですけれども、基本的にはね、日本の馬の方がスタートは早いです。海外の前で日本の馬の方がスタートが早いんですよね。なので、まあ、押してね、ちょっとマジカルラグーンが前に行くような感じになったら、若干ね、スタートがちょっと早くなるっていうところはあるかもしれないんですけれども、まあ、何が何でもいないと、結構ね、ペースは落ち着いてくるんじゃないかなと思います。で、まあ、外国馬なんかね、すごく今年は多いっていうところだったんですけれども、外国馬はやっぱり、その日本の有力な馬をマークするような競馬をしてくるのが基本かなと思います。なので、まあ、シャフリアールとかね、ダノンベレーガとか、あのあたりを、まあ、よくね、見てると思うんで、そのあたりをマークしながら自分たちの馬のね、こう手応えとか見ながら早めに動かしたりとか、まあ、まだ貯めて、そのシャフリアールに合わせるようなね、競馬をするとかね、その辺を調整してくるんじゃないかなと思いますので、このシャフリアールのね、動きとか手応え、これね、ポイントになるかなと思います。なのでですね、まあ、二つ目なんですけれども、こうなってくると、シャフリアールがですね、先行馬じゃないので、差し馬ですよね。なので、まあ、6番手、7番手ぐらいのところから、こう、仕掛けてきたら、それに合わせてのね、足比べっていうことになるかなと思うんですよね。なので、シャフリアールよりちょっとね、後ろぐらいにいて、シャフリアールよりもいい足を使える可能性がある馬か、もしくは、シャフリアールより若干と同じポジションとかね、少し前にいて、長く足を使って、そのまま押し切るようなタイプかぐらいしか難しいかなと思うんですけれども、まあ、結構ね、追い込んでくる馬が多いと思うので、そうなると、シャフリアールと同じような位置とか、まあ、ややね、シャフリアールを見るような形で、しっかりね、足が使えるような馬がいいんじゃないかなと思うんですよね。ベラーズールですよね。間違いなさそうですよね。ということでね、まあ、すんごくね、ベラ・アズールに対してですね、エコひいきをしたような考えなんですけれども、まあ、でも、シャフリアールはやっぱりね、みんなね、マークして目標としてくると思うんですよね。なので、ちょっとね、このシャフリアールが鍵になってきて、それがね、展開の中心になってくるんじゃないかなということでね、ヤギウのね、展開予想はこれで終わらせていただければと思います。はい、ということでございましてですね、今回も長い動画だったんですけれども、最後までお楽しみいただきましてありがとうございます。最終的な、ね、外球馬やデータガイド馬に関しましては、出走馬が確定いたしました。レース前日にですね、第2手送りさせております。下の概要欄からね、一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。またですね、各馬のね、外球とかをね、調べているんですけれども、外球ね、一回放牧に出して、まあ、その施設でね、調整をして、また厩舎に戻って、レースに向かうっていう流れなんですけれども、そのね、外球をどこでやってるかっていうね、一覧なんですけれども、それはね、野球のサイト内でも無料で載せてますので、野球がお調べしてるので、まあ、多少の間違いは人間なのであるかもしれないんですけども、ほぼほぼ間違いないと思います。はい。まあ、そういうね、だるい作業とかで野球がやっておりますので、ぜひね、予想の参考に使っていただければと思いますので、下のね、概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。あとですね、追い切りについてもね、皆さんご質問いただいてましてですね、本当になんか馬体重が増えてる馬がいるとか、あとはまあ追い切りがちょっとこのままどうかなみたいなこともね、質問いただいてるので、また LINE とかでいただきましたら、コミュニティ投稿がね、YouTube でできますので、ヤギもね、最近ちゃんと使えるようになりましたんで、ちょっと質問いただいてた、例えば赤い糸の動きだったりとか、あとはまあイクイノックスについてとかね、天皇賞とか、あとエリザベス女王杯でもやってたんですけれども、まあね、今回もこの気になる馬とかね、すごいいい動きの馬がいましたよっていうのはね、コミュニティ投稿でね、投稿させていただいたりとかしてますので、まあ、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちいただければですね、最終追い切りとかね、一周前追い切りの情報とかもね、記載させていただこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。またね、皆さんの見解とかもね、コメント欄でお待ちしております。もうベラーズルじゃないよ、ヤギューみたいなのとかもね、全然関係ですので、予想ってね、本当になんかダメだとかね、いいとかじゃなくって、もうみんないろいろあっていいと思うんですよ。本当に、外国馬のこの馬にかけるぞみたいな方もいてもいいと思うので、ぜひね、皆さんと一緒に盛り上がっていければと思いますので、よろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。週末重賞の外球分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外球情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレース前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう、今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よしいいね押してみるか、そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。
もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。